こんにちは美容整形のメイソン男女です。今日は鼻筋の太さについてのお話をしていきたいと思います。鼻筋が何センチありますかということで、日本人の平均の鼻筋の太さっていうのはだいたいですね9ミ、mm、リぐらいと言われています。で、ここがま出っ張った骨の部分になるんですけれども、一方尾翼幅はですね35ミ、mm、リぐらい。 左右の尾翼の幅ですねそしてえっと鼻先尾線の部分っていうのは18ミ、mm、リぐらいこれが平均になりますでこれ以上大きくなるとまあバランスが悪くなることがありますいわゆるですね尾翼幅と尾線の幅っていうのは2対1ぐらいがちょうどいいと言われていますねでじゃあですね今回の話であるこの 鼻筋の部分ですね。いわゆるビハイ部というビハイラインと言われるところですけれども、これをシャープにすることで、えー、綺麗な花の形になるということになります。でえー、っとですね、まあ、えー、この点要所となる点を結んでみます、えー。鼻が太い方はですね、こういう感じで、えー、長方形っぽくなるんですけれども。 これをシャープにすることで、まあ、この要所を結ぶときれいな台形になるとでこの台形を目指していくことが重要ということになります。でその上で効果的な手術方法として尾骨骨切りり幅寄せという手術がありますでこの手術で注意しなければいけないのは手術の方法が医師によって違うという部分ですね。 一方でですね1と2で分けてみたんですけれども上の方は超音波の骨切り器を使ってアプローチする方法下がのみを使ってアプローチする方法になります。えー、っと超音波骨切りっていうのはですねまあオープン法でこの微中この柱の部分切って直視を、えー がでできる方法ですね。直視下で手術が行える方法のみの場合クローズ法といって表面に傷は残らないですけれども、まあ、見えないドクターからすると視野がまあ限られていて、まあ、全く見えない状態でこう手術をするので、まあ、ちょっとやりづらいというのがあります。でそれぞれのデメリットについて見ていきたいんですけれども超音波の骨切り器の方は ええー、まあ、ちょっとした段差を修正できたりとか、粘膜や血管の損傷リスクがとても低いので。ええー、まあ、正確に手術することができます。まあ、直視下で手術できるっていうのも大きなメリットの一つになります。一方のみを使ったものですと、こうトンカチの容量でカンカンカンという感じで。ええー、まあ、削っていくので、まあ、どうしても割れやすいんですよね、骨が。で、日本人の骨って結構薄い。 いいのでまあ、よりり割れやすすかったりするで曲がった部分に対してですねこう刃を入れるというのもまあこのカーブがありますよね骨ってこのカーブに対して、えー、こういう感じでカンカンカンという感じで入れていくので曲がった部分に刃を入れるのでずれやすくて割れやすいというまあデメリットがあるそれがまあのみを使った方法。 なのでまあ超音波の骨切り器を使っているかどうかっていうのもチェックをしていただきたいなと思います。はい、で、えー、きれいな鼻筋になるとですねやっぱり印象も全然変わってきますし、えー、まあ鼻が細くなることでですね黄金比率にこういった黄金比率に近づけられるのであれば。 えー、とてもやる効果のある手術かと思いますので参考にしてみてくださいで具体的な名医のご紹介は下の概要欄からご連絡いただけますのでご相談をご希望の方は送っていただければと思います今回は鼻筋の話と関連する整形のご紹介をさせていただきましたご清聴ありがとうございました